は、イギリス海軍の駆逐艦 DQ。1930年の海軍計画により1931年2月2日に発注され、5番のフェアフィールド社で1931年4月22日に寄港。1932年6月2日に浸水し、1933年1月31日に竣工。兵器、弾薬、通信設備といった、 海軍本部が供給するものを除いた費用は229,378ポンドであった。完熟訓練後、1933年4月24日まで、デライトはマークナイン魚雷の試験に使用された。デライトは地中海の第一駆逐軍に加わり、1933年9月から11月にはペルシャ湾へ派遣された。 1934年9月3日から10月25日まで中国艦隊第8駆逐軍での任務のための修理をポーツマス交渉で受け、1935年1月に認知についた。アビシニア危機の際、1935年9月から11月まで航海で地中海艦隊に加えられた。デライトは9月19日にアデンに到着し、それからアレクサンドリアに移って、 地中海艦隊と共に3ヶ月間活動した。12月には本国艦隊に転属となり、12月30日にポーツマスに着いた。デライトは1940年1月27日まで修理を行い、それから第三駆逐軍に編入された。4月8日、悪天候のため損傷し、修理のため帰還した。ノルウェーの戦い中、デライトは、 航空機補充のため4月25日にスカパフローに戻った空母フューリアスを護衛した。5月1日、アンデルソーニスからの撤退の再兵員を第18巡洋艦船隊の巡洋艦、マンチェスター及びバーミンガムへ輸送。デライトは5月27、28日にナルビク奪還を支援し、翌日、ドイツ軍上陸との報告の調査のため暴動へ派遣された。続く2夜、 デライトは他の駆逐艦7隻と共に暴動からイギリス軍を撤収させた。6月7、8日、デライトはなるびくから撤退する兵員を運ぶ戦団を護衛した。6月13日に仮想巡洋艦スカートストーンがドイツ潜水艦 U-25 に来撃されると、デライトはその救援に向かった。6月21日から7月24日までロサイスで 金付きの管の交換を行う。7月29日に命令に反して日中にポートランド港を出港したデライトはシェルブールのフライアレーダーに捕捉された。デライトはポートランド岬沖約20マイルで16機のドイツ軍機による攻撃を受け爆弾一発が命中。火災が発生し続いて爆発が起きた。デライトは同日夕刻に沈み乗員の死者は6名であった。 デライトは現在いくつかに壊れて最大62メートルの深さに沈んでいる。中央部は逆さまになっており、艦首はちぎれ、艦尾は直立している。デライトの残骸は軍事異物保護法により保護地域に指定されているため許可なくその中に入ることや破損させることは違法である。ありがとうございます。